速報トヨタの看板方式課題浮き彫り生産効率の追求がもろさに、トヨタ自動車が国内全工場で約1週間の生産停止を決めたことは、生産効率の追求と安定した供給網、サプライチェーンの確保を両立することの難しさを改めて示した。必要な量の部品を適時使うトヨタの看板方式は、生産現場の在庫など無駄を徹底的になくして業績拡大につながった。だが、一部部品の生産が滞れば供給網全体に影響が及び、生産効率が犠牲になる脆さへの対応という課題も残る。トヨタが東日本大震災時に生産を停止したのは、被災工場からの部品供給ストップや一部交通網の寸断で輸送が滞ったことが要因だった。しかし今回、愛知製鋼が代替ラインで生産を進め、神戸製鋼所など他社へも生産委託する。特殊鋼の一部製品は代替生産が難しく、発注から納品までに要する時間を考えると納期が厳しい関係者とするが、一定の部品供給は維持している。それでも生産停止に踏み切るのは、トヨタが追求する効率が犠牲になる恐れがあるからだ。在庫を持たない看板方式は、一部品の納期の遅れで工場全体の稼働率が大幅に落ちる傾向がある。トヨタは震災時と違い、部品不足のみならず総合的に判断したと説明する。震災後、トヨタは代替部品の供給先の見える化など対策を進めてきた。ただ、効率を追求するほど一部工程のほころびの影響は大きくなり、よりバランスの取れた対策が求められる。民の声に続く。